はいどうもー、ノベリオおギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのはですね、新しい画材くんを紹介してですね、そこからその画材を使ってイラストを描いていきたいと思います。ということでね、今回ね、紹介する画材はですね、何回か動画の方ででも、クレヨンを使った動画っていうのをですね、上げさせていただいてると思うんですけども、その中でで,ですね、僕はいろいろ文房具屋さんに行ったりして、結構ね、今から紹介する商品 を目にする機会があってちょっと気になってた商品をですね今回ね買わしていただきましてそちらを紹介してですねどんな色が出るのかそして自分のねアートを皆さんにね一緒に楽しんでいただければなと思っておりますその商品がこちらでございます ネオンクレヨンっていうことでですね、日本語で言うと蛍光クレヨンっていうのかな、北洋さんが出してるネオンクレヨンっていうね、もう表紙がまずね、可愛いらしいんですよ。飾っててもおしゃれだなって思うぐらいなんですけども、このね、蛍光クレヨンってなんだって正直思ったんですよ。だから自分のね、買ってみて、自分のイラストで塗ってみて、どんな色が出るのかっていうのをね、ちょっと試しにね、今回買わせていただきました。ね、このネオンクレヨンなんですけど、なんとね、色が5色しか入ってなくて、990円、ちょっと高いです。 ダイソーのクレヨンだったらね24色入りだだけそれで100円っていうね良さがありますけどもこちらこのネオンクレヨン5色で990円なのでまあ約1000円としたら1本200円のクレヨンなのでめちゃめちゃ大事にねあのドライヤーでクレヨン溶かしたりしたことありますけどもドライヤーで溶かすような感じで、ね、このクレヨンは使えないなと思っておりますやり方としてはですね後ろにですねちょっとした説明文みたいな書いてあってお絵かきの上に重ねて塗ると美しい透明感の あるクレヨンですと鮮やかな蛍光カラーセットっていうことで赤と橙色黄,黄色かなで黄緑青の5色全5色がね入ってるのでもう早速ですがね開けてですね皆さんと一緒に色をまず確かめてから自分のオリジナルイラストそしてオリジナルイラストができたらこのクレヨンをねその上から重ねてみてどんなアートになるのか楽しんでいきたいと思いますでは早速ですが始めていきましょう皆さん最後の最後までお楽しみくださいではレッツ ネオンクレヨン最高なアートの世界へようこそでは皆さんまた後ではいではね早速ですがこのネオンクレヨンっていうものをですね開けていこうと思います本当にこの可愛くないですかもうめちゃめちゃこれプレゼントにもいいかもねちっちゃいお子さんでもいいですし女の子とかだったらこれ普通にもらって嬉しいんじゃないかな僕絵が好きだからこういうのもらえるだけでもうめちゃめちゃ興奮してますまあね早速開けていきたいと思います オープンちゃん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 明るい確かに蛍光色っていうのかなこれがピンクに見えるようで、実は赤なんですよね。この赤、そして橙色、まあオレンジみたいなもんですね。そしてこれが黄色なんですって。もう蛍光色だね、本当に。そして黄緑で青。 このね、5色を交わしていただきました。これのね、10色入りだったかな何、何色入りかちょっと忘れたけども、これよりも多いやつも売ってました。でも、今回はですね、5色入りをね、交わしていただきました。今回ね、この、どんな感じになるかっていうのをですね、今からスケッチブックにですね、書いてみようかなと思います。まずは、このね、素のままの色をですね、ちょっと塗ってみようかなと思います。じゃあ、まずは左からも順番にやっていきましょう。このね、赤ね、ちょっとね、クレヨンってね、独特の匂いがするんですけど、ちょっと匂い嗅いでみますね。 くんくん。匂い そんなだね。ちょっとクレヨン臭いかなとは思うけど、そんなにクレヨン独特の匂いはね、感じなかったですね。そしてね、見てほしいのが、ここ、ハサミマークがあると思うんだけど、多分ね、どん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 使っていったら減っていったら、ここからハサミで除菌除菌切ってくださいねって言って、手が汚れないようにね、こうやってコーティングじゃないけど、なんかね、シールみたいなので、ね、貼ってるので、手が汚れにくくなってますね。これはめちゃめちゃいいと思います。ではね、ちょっと、ね、まずレッドから使ってみたいと思います。 普通にやってみるよ。あ、もうついちゃった。いきまーす。描いてみてる感覚は、クレヨンを使ってるっていうよりも、なんだろうな。クレヨンって、なんか、あ、塗ってるなって思うんだけど、なんかね、ちょっとクレヨンっぽさがないなっていうのが正直な感じ。でも、紙を見ていただけるとわかる通り、クレヨン独特のこの、なんだろう、なんて言うんだろうね、こういう模様じゃないけど、その描いた時に出るクレヨン感はそのままなんですけど、全然なんだろう、力がいらないなと思いました。 本当にね、滑らせてるだけスーって滑らせてるだけでクレヨンのこのね、いい色が出てるなと思います。でもさ、これ正直、その蛍光クレヨンっていうのはまあ、そのペンのね、上からお絵かきした後に塗ってみてくださいっていうのは書いてるから、ちょっとこの状態ではわかりにくいね。でもね、今使っただけでもね、結構削れるね。もうすぐなくなっちゃうかもしれない。 正直、それは思います。もう今やっただけでこんなにも削れちゃったから、どうなるかね、わかんないけどね。こちらが赤でございます。ピンクに見えるようで赤。次ね、橙色っていうのをね、使っていきたいと思います。いきますよ。あ、 これはすごい蛍光色の色出てるね。僕の肉眼から見るとですね、なかなか弾いてます。色が。すごい蛍光色なのがね、伝わってきます。このね、ピンクはね、結構普通のクレヨンでも出てきそうな色をしてるんですけど、このね、蛍光色のこの大々色っていうのかな。これはね、なんか目にね、ドーンってくる。ドーンってくる感じがする。 赤よりも正直この橙色の方がちょっとお絵かきした後に塗ってみるといい色出るんじゃないかなっていうのは思います。次黄色。蛍光ペンみたいな色してあるもんね。よくさ、学校の時とかにさ、蛍光ペンでさ、ここ重要ですとかってこうピーって引いたりしたもんね。これ使えるんじゃないこれもね、本当にまさしくその蛍光色色。代表的な色してますね。 その、これをさ、黄色、なんか、色の名前ってさ、え、これ何色って僕あるんだけど、前ね、ネットで、まあ、最近はもう服屋さんに行って服を買うこと多いんだけど、ネットで服買う時とかにさ、これピンクですって言って、あ、いい色してるなと思って服買ったんだけどさ、届いたらさ、ピンクじゃないんだよね。え、これピンクなのと思って、写真と全然違うんだけど、ちゃんとね、間違ったのかなと思ったらピンクって書かれてるから、ピンクの幅広って思ったね。だからね、そういう色の幅ってね、結構ね、その人によって違うからね、 捉え方がねどうなるんだろうねではこれはでも黄色なんですよちょっと次やってみます黄緑ね黄緑やってみます薄っちょっと黄緑に関してはねこのクラッキー調にね塗ってもね正直力入れてるんだけど全然なんだろう色がね目立たないわ見てる側でも伝わらないこれ 全然目立たなくないまさにこの赤からさ、どん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 ね、映りにくくなってる気がする。今、前の3つやってみたと思うんだけど、一番なんか塗ってる感じがしないっていうのかな何これって思う感じがしますね。で、最後ね、青やってみたいと思います。青はいい色出るんじゃないかなと思います。あー。なるほどね。これはね、もう、皆さんが想像するクレヨンと同じ感じがする。 僕、あの、百均のクレヨンとか使ったんだけど、その百均のクレヨンと別に同じって感じ。その、この三つは百均ではなかなか出せないような色してるんだけど、青と赤に関して言うとね、どこのクレヨンでもあんま大差ないかなと思いました。もしかしたら、下のこの画材、今回スケッチブックにやらせていただいてますけど、違う画材とかにしてみると、この赤とか青が生きる画材があるかもしれないので、皆さんもね、色々試してみるのがいいかもしれないですね。次は、ひまわりくんの世界観の絵をね、描 書いていければなと思います。では、皆さんお絵かきタイムスタートです。 はいということでね、ここまでね、最初のお絵描きっていうことでね、完成させることができたんですけども、早速ですが、今回のこちら、メインをね、やっていければなと思っております。ではね、どんな感じに蛍光クレヨンがこのアートを輝かせてくれるのか、楽しみでございますけども、早速、ちょっと始めていきたいと思います。まずは黄色のクレヨンで、ちょっとね、軽めに塗っていきたいと思いまーす。どうだ どうですか皆さん。ひまわりくん輝いて見えるかな綺麗に塗るっていうのも大事だけど、こうやってはみ出して塗るっていうのもさ、なんか楽しいですよね。色塗るのにはね。今回のイメージはですね、まあひまわりくん、キバくん、ヘビくんがね、囚われてるイメージでね、描かせていただいております。そして緑でヘビくんも塗ってみよう。薄めのヘビくんは珍しいよ、これ。なんか塗り絵してるみたいだね。まあピンクなんだけどね、もうもはや。 こんなな感じになるのねちょっとねこの感じでですね自分で最後の最後まで、ね、描いていきたいと思います。では皆さん最後の最後までお楽しみくださいレッツゴー とということでね今回このような感じでネオンクレヨンをね使ってですねひまわりくんたちの世界観をですね描かしていただいたんですけども塗ってる感じで言うとですねまあ別にクレヨンと変わりはないのかなと思いますけども普通のクレヨンとねやっぱ違うのは蛍光クレヨンっていうとこからでしてやっぱり明るい色が。 まあ、多いんですよね。見ての通りですけど、5色だけででもですね、このような感じで、僕なりにですね、クレヨンを使ってですね、描かせていただきました。またね、このネオンクレヨンをですね、使うときはですね、大事に大事に使っていこうかなと思います。1本200円だからね、めっちゃ高いもんね、このクレヨンね。ビビるぐらい高いですけども、まあね、気持ち的にはですね、最高に素晴らしくなったかなと思います。まあ、今回ね、先ほどちょっと言ったんですけども、まあ、ひまわりくん、そしてヘビくん、キバくんを登場させてですね、まあ3体 とも捕まってるっていう設定でして宇宙でねまあ謎の生物に捕まってるようなイメージでね書かせていただきましてよく見ると星とかなんか米印みたいなのあると思うんですけどこれね実はこの見えるかなちょっと米印っぽいのがあったので使ってみようということで今回使ってみましたまあねこの米印とか星とか丸とかはねやっぱね可愛くなるねそう可愛くなるなと思いましたそしてこのネオンクレーンを使ってみるとですねやっぱなんかちょっと 触り心地っていうか、塗り心地っていうのかな。全然違う感じがして、やっぱこれはネオンクレヨンの良さが出てるのかなって思いました。何に対しても、まあ蛍光色っていうのがあって、明るいイメージのね、絵が完成するのかなと思いました。まあこのような形でね、今回この5色。 ネオンクレヨンを使わせていただきましたけども、やはりね、あの、5色っていうことで、色のね、広がり方っていうのはですね、まあ、5色なりのって感じになりますね。やっぱり色が増えることによって、またね、いろんなアートのバラエティが出てきますから、他のクレヨンもね、使ってみたくなりましたね。まあ、今回このような形で、ネオンクレヨンを使ってですね、自分のオリジナルキャラクターのひまわりくんの世界観をね、描かせていただきました。ぜひね、あの、皆さん、まあ、ネオンクレヨンはね、ちょっとお高めなんですけど、言うて10作品ぐらいね、このクレヨン クレヨンを使わないと高いよって思うと思うんですけど僕も高いと思うんですよ普通に「あ」と書いててもねですがなかなかこの蛍光色のクレヨンっていうのは見ないなと思ったので今回使わせていただいたんですけども、まあ、クレヨンっってて思思わなないいのかなって正直まました、まあ、確かにこの青とかだとクレヨンっていうのが分かるんですけどもそんなになんかこの蛍光色がこれクレヨンだよっていうとあこれクレヨンの色なのってなるかなと思います 今回はね、このような形で今日は終わりたいと思いますけども、またね、いろんな新しいアートであったり、僕がね、目に留まった商品はですね、買おうかなと思いますし、皆さんにね、これはお届けしようっていうものがありましたら、これからもね、届けていきたいと思うので、ぜひね、楽しみに、次は何かな、次は何かなっていうね、その楽しみでいっぱいにしていただけると嬉しいなと思います。またね、ネオンクレヨンでね、絵を描くときもあれば、また違うもので描きたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さん、 最後の最後まで見ていただきありがとうございましたこのひまわりくんの世界観とそしてネオンクレヨンもこれからもよろしくお願いいたします <laughs> ということで今日はこの辺で終わりたいと思います皆さん最高な一日をお過ごしくださいもう本当に8月入ってからもうめっちゃ暑いのでね本当になんか京都だと38度もうすごくないですかもうすごすぎてね何もしなくても汗がタラーって流れてくるようになりましたけどもまあ僕はね朝毎日のようにですねあの運動をしてるんですけど8月に入ってからですね汗がね普通に垂れてくるようになりました基礎 基礎代謝が上がってきたのかもしれないしもしかしたらね普通に8月になってから暑くなったっていうのもありますけど、まあ、僕的には基礎代謝が上がったと思った方がいいのかなと思いますということで今日はこの辺で終わりたいと思います皆さん最高な一日をお過ごしくださいでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょうバイバイありがとうございました Thank you.